ジョーゼフ・インズリー・アンダーソン・ジョーゼフ・インズリー・アンダーソンはアメリカ合衆国の政治家である。連邦上院議員を務めた後、財務省の初代会計監査官となった。アンダーソンはペンシルベニア州フィラデルフィアの近郊に生まれた。アメリカ独立革命中に大陸軍ニュージャージー戦線の指揮官となり、連隊の指揮長を務めた。革命後、彼は デラウェア州の弁護士となった。1891年には南西部領土の連邦裁判官に任命された。1796年、テネシー州で初の州憲法を制定するための議会に代表として参加した。1797年にはテネシー州議会の上院議員、ウィリアム・ブラウンとの罷免に伴う補欠選挙に当選した。 この時の任期は1799年3月3日で満了することになっていたが、1798年12月12日にアンダースンはテネシー州議会における別の上院議員として当選し、1803年3月3日の任期満了まで務めた。その後もアンダースンは1815年に3月3日に引退するまで同職に長くあり続けた。 彼は1803年と1809年に衆議会議員に再選された。第8議会にて彼は上院仮議,議長を務めた。連邦上院から引退した後はワシントン DC に泊まり財務省の会計管理官に任命されて1815年から1836年まで公職しその翌年に死去した。遺体はワシントンのアナコスティア地区に位置する。 議会墓地に埋葬された。テネシー州アンダースン軍は彼を検証して命名された。また、息子のアレグザンダー・アウトロー・アンダースンは後にテネシー州選出の上院議員となった。ありがとうございます。